指揮者。愛国的な合唱曲を得意としていた。フィンランドのインピラハティに生まれた。プロとして雇われる、国語教師になったが、合唱曲の作曲で頭角を表した。ヘルシンキ大学で科学と法律を治めてから、フィンランド国立オペラの歌手となり、1875年から1877年まで、ドレスデン音楽院へ、国費留学した。ハメエンリンナ、ヘルシンキ。 ハミナなどのフィンランドの様々な都市で暮らし、ドイツ語教師として働きながら、愛国的楽曲を作曲し、合唱団の指揮を取った。1930年にヘルシンキにて没する。フィンランドでは多くの作品が今日でも広く知られている。ジェームズ・フラットは著作、ザ・ブック・オブ・ワールド・フェイマス・ミュージックの中で、1882年に出版された。 下熱作曲の男性合唱のための目覚めよフィンランドの最初の2小節が1900年のジャン・シベリウスのフィンランディアの主要主題にほぼ一致すると指摘している。フィンランディアの作曲当時フィンランド大公国はロシア帝国領の一部であり、このため人々はこのシベリウスの歌詞のない楽曲がいかに訂正に対して大胆に革命的であるか考えさせられたのである。 ありがとうございます。